稲荷古墳群は、栃木県宇都宮市上結町にある古墳群。6世紀後半から7世紀にかけて作られた、一つの前方後円墳と三つの円墳で構成される。田川と田川の間にある宝木大地のうち、鶴田町以南の地域には、塚山古墳群、あた塚古墳、大日塚古墳、権ン山古墳、戸上山の上社古墳、田川中央小南古墳、 双子塚古墳など多くの古墳が見つかっており、東海山古墳群もこれに含まれる。ただし多くの古墳は、田川沿いにあり、姿川上流部で、前方公園墳を含む古墳群としては、唯一の存在である。東海山古墳群は、標高135の136メートル、姿川低地の水田地帯より30メートルほど高い位置にある。北側には、 広い大地面があるにもかかわらず、大地の南端の幅20から30メートルという狭い場所に立地しており、東、南、西の三方が低地に囲まれていることから、周囲からの眺望を意識して築造されたと考えられる。東海山古墳群は、南北約100メートル東西約50メートルの範囲に広がり、6世紀後半から7世紀にかけて築造された。 4つの古墳からなる。それぞれの古墳には1号墳から4号墳まで番号がついており、2号墳は前方後円墳、他は円墳である。2号墳のみが前方後円墳であり、他の古墳よりも規模が大きいことから、2号墳が古墳群の主墳であると考えられる。2号墳を基準にすると、1号墳は2号墳から西北西に約25メートル、3号墳は南に、 約10メートルのところにあり、4号噴は3号噴から南へ約50メートル離れている。古噴の周囲の溝からは、縄文土器、弥生土器の破片が150個ほど見つかっている。内宮割は弥生土器で、文様がないものが多く、文様のあるものを周辺遺跡の出土品と称号すると、弥生時代中期後半のものと推定される。なお、古噴群は、 個人所有である。1号分、1号分、3号分、4号分は円墳であり、いずれも小規模な墳球である。発掘調査前は、雑器、低木が繁模し、わずかに隆起している、という程度の規模であるため、専門家であっても見落としかねないほどであったという。それぞれの墳球は幅2から3メートルの溝に取り囲まれている。1号墳の埋葬施設は、 横穴式石室であり、ほぼ真南に開口する。その原質は、全長3.61メートルで、幅は、原門部で1.09メートル、採用部で1.18メートル、最大幅は1.42メートルというがんだ、長方形をしており、発掘時には崩落していた天井は、山の石7、8枚でできていた。沿道は、長さ1.13メートル、 専門の幅は0.98メートルである。原室沿道とも壁面は、河原の石で小口積みにしている。副装品は夏目玉、土玉、銅製品、陶酢、自家等であり、石室周辺の紛糾部では、弾きやす駅の破片が出土した。この横穴式石室は、発掘調査後埋め戻されたため、見学することはできない。 二号墳の円筒派には二号墳は稲荷古墳群の主墳であると考えられ、全長32.5メートルの前方後円墳である。尾根線に沿って前方部が南西を向いている。前方部の先端幅は20.5メートル、高さは2.15メートルで、後円部の直径は20.5メートル、高さは2.25メートルである。古墳からは円筒派には36本。 継承派には、はじき、水えきが出土しており、これらの特徴から2号分の築造時期は6世紀、後半と推定される。埋葬施設は横穴式石室であると思われるが、遺跡保護のため発掘調査は行われていない。発掘で見つかった36本の円筒派庭のうち、起立、または横倒し状態で発掘されたものは17本、朝、 顔形埴輪が10本であった。このことから、円筒埴輪の列は3から4本に1本の割合で、朝、顔形埴輪を並べていたと推定されたが、トレンチ調査のため、断定はできない。継承埴輪は原型を完全に止めていたものは一つも、なく、盾、強、座や内、人物、馬をかたどった見られる破片が発見された。紛糾の残存状況は良好である。 稲荷古墳群周辺の山林は、炭作りやキノコの穂焚きとして、植林と伐採の循環があったが、これらの利用が途絶えると、臓木、低木が繁茂する状態となった。1983年11月より、宇都宮市教育委員会が、現況調査を開始し、1984年1月に、栃木県教育委員会との協議の結果、 古墳群の範囲と墳球の形を確認するための発掘調査を行うことが決定した。同年9月末より、下草盛りと墳球測量を行い、10月1日より発掘調査に着手した。2号墳の調査に重点を置いた調査であったため、他の円墳は簡易調査にとどまった。ただし、1号墳は石室が一部地表に露出していたことから、 石室の調査も行われた。調査の際に、2号墳で埴輪を洞窟した痕跡が見られたが、大規模な格乱はなかった。発掘調査後の1985年3月20日に、宇都宮市指定史跡となった。地元では、古墳の愛護会が結成され、支度盛りを行うなどの保護活動を行っている。最寄りのバス停は、白百合幼稚園で、ここから西へ、 約600メートル進み、上結立橋手前で北に折れて、約400メートル進むと、古墳群の案内看板が現れる。この案内看板からさらに100メートルほど丘陵を登ると、古墳群に到着する。ありがとうございます。